現地時間7月26日ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平投手は敵地カウフマンスタジアムで行われているカンザスシティ・ロイヤルズ戦に1番 DH で先発出場3回に今季21号となる先制ホームランを放ち6対0でチームの勝利に貢献した3回の第2打席だった。 ワンナウト走者なしの場面でプロ初先発となった相手ルーキーアンヘル・ゼルパと対峙した大谷はカウントツーボールワンストライクからの4球目を完璧に捉える打球速度109.6マイル176.4キロ角度33度飛距離420フィート約128メートルの豪快弾をバックスクリーンへ3試合ぶりとなる21号ソロホームランを放った。 大谷はベンチでは恒例の白いカウボーイハットをかぶってチームメートの祝福を受けた大谷の前回の20号は7月23日のブレーブス戦6点をリードされた5回走者なしでの一発で白いカウボーイハットはかぶらなかったエンジェルスを勢いづけた大谷の先制団に現地からも惨事が止まない米紙、ロサンゼルス・タイムズなどに寄稿するサラ・バレンズエラ氏は直近の3試合のうち エンジェルスは2度先制に成功している今日は「翔平大谷が3回にソロホームランを放ちチームを勢いに乗せた」と称えているさらに米メディアブルックリン・マガジンの記者を務めるケレン・バルガー氏は「翔平大谷がやっていることは野球だけでなく全てのスポーツにおいて信じられないほどの偉業だ」と驚きを持って報じたこの華麗な一発に現地メディアも驚きを隠せない。 エンゼルスの地元放送局バリースポーツウェストで解説を務めるマーク・グビサ氏はまたユニコーンがやってくれた今季21号ホームランを打った大谷さんは地球上に存在する人ではないと絶句最後にはすごいと得意の日本語で簡単を漏らしたまた米放送局 CBS スポーツのダニー・ミエッティ記者は翔平大谷は登板した試合とホームランを打った試合が今季33試合あると指摘した それに対しニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジの当番試合とホームランを打った試合の合計は30試合だと現在キング独走中のジャッジと比較し二刀流として躍動する大谷の凄さを改めて強調した前日には自打球が右太ももに当たり苦悶の表情を浮かべていた大谷痛みを全く感じさせない完璧なパフォーマンスだった試合前の練習では小走りでグラウンドに出て 数種類の重さのボールを使った壁当てキャッチボールなど投手としての調整を消化指揮官は予定されていた28日日本時間29日の本拠地レンジャーズ戦の先発登板も問題ないとの見通しを明らかにした敵地の試合前練習中にもかかわらず大きな声援を浴びクラブハウスに戻る前には即席サイン会を実施してファンを虜りにしていた 後半5戦で早くも日本ルイダーを放つ大谷。この記録を今後どこまで伸ばすだろうか大谷のトレード報道が鎮火しないそんな中レッツやナショナルズで GM を歴任し現在メジャーのアナリストなどを務めるジム・ボーデン氏が26日日本時間27日に CBS スポーツの番組で注目発言した。メッツは、 大谷翔平についてエンゼルスとはすでに連絡を取っている。確かにエンゼルスは大谷をトレードする気はないと表明しているが、それでも電話は受け、耳を傾けていると移籍先にメッツを挙げて解説した。今年のトレード期限はベートーブ時間8月2日午後6時、同3日午前7時だ。どうしてメッツの話が重要かというと、 エンゼルスが大谷と契約した時のビリー・エプラー GM は今のメッツの GM 彼こそが長期間日本で過ごし大谷と大谷の代理人とのコネクションを作った人物だエプラー氏は再び大谷と一緒にやりたいと思っている期限まで交渉を続けることは疑う余地もないし今がダメでもオフシーズンに獲得できないか追いかけるだろうまた同志は同日米スポーツサイト ジアスレチックのコラムでエンゼルスは売り手でメジャーリーグとマイナーリーグ両方の戦力を追加したいと望んでいるとてつもないトレード提案があったら決行しないとは限らないメッツのマイナーはトップクラスであることからトレード期限でのビッグトレードの可能性はあると追加で説明している「両天トレードはあるのかトレード期限まで目が離せない」 エンゼルスには大谷をトレードする考えはないとする MLB ネットワークのジョン・モロシ記者のツイートが大論争を巻き起こしているあっという間に1000件近いコメントが集まり大谷のエンゼルス残留に安心するものもっと勝てる球団へ行かせるべきだとするものと内容は様々だこの報道はモロシ記者が23日日本時間24日に伝えたものだメジャーの複数球団がエンゼルスにトレード交渉を持ちかけているが エンゼルス側は8月2日、同3日の今季トレード期限前に移籍させる考えはないとする内容だ。大谷をトレードすべきだというファンは、プレーオフ進出すら果たせないエンゼルスでプレーし続けることで、大谷の選手としてのキャリアが無駄になると考えているようだ。エンゼルスは正しいことをする必要があるし、彼を勝てる球団へトレードさせる必要がある、悲しいニュースだ。という声が並ぶ。また、 大谷のトレードは現実的ではないという意見も多い投打ともにチームの中心といえる成績を残す大谷ほどの注目を集める選手は他におらず希少価値なのは間違いないもし大谷をトレードしたらエンゼルスファンが文字通り暴動を起こすよ MLB で彼より収益をもたらす選手はおそらく他にいない無論彼をトレードしないだろうグラウンド内外で注目を集め続ける大谷の将来は どちらを向いているのだろうか。